こんにちは、 AAB 新人アナウンサーの金井哲馬です。片上市にブラウブリッツ秋田の新しい練習拠点となる天然芝のグラウンドが完成しました。オープニングセレモニーの後に行われたトレーニングマッチでは、怪我から復帰したあの選手が大暴れです。天然芝のグラウンドは片上市天王にある秋田グリーンサムの森の敷地内に整備されました。広さはおよそ9000平方メートルで、耐寒性に強い西洋芝タホマ31を東北で初めて導入していて、芝の長さはホームスタジアムである秋田市のソユースタジアムのピッチと同じ長さに切られています。日本サッカー協会からの補助金と片上市の企業版ふるさと納税を通じた寄付金を活用して整備されました。スタジアムが非日常空間とするならば、この練習場は、チームの選手たち、そしてファン、サポーター、またこの周辺の地域の皆様にとって溶け込めるような日常空間というふうに、できればというふうに考えております。17日、オープニングセレモニーの後には仙台大学とのトレーニングマッチが行われ、選手たちは芝の感触を確かめていました。すごい、いいピッチですし、水もしっかり、スプリンクラーあって、すごいやりやすいピッチだなっていうのは思いました。ピッチのコンディションも良く、芝の質も本当に良くて、これまでいろんな人たちが、このグラウンドを完成するまでに携わってくれて本当に感謝しております。40分を3回行ったこの日のトレーニングマッチでは、3本目に3月の水戸戦以来戦列を離れていた斉藤啓太が怪我から復帰しました。セットプレーのこぼれ球を豪快に蹴り込み、復調をアピールしました。怪我をした期間にいかにこう自分を高められるかということを取り組んできて、体は動きますけど、やっぱ体とまだゲーム感覚的な部分で目がちょっとまあ慣れてないのかなっていう部分と、けどまあそこで点数も取れましたし、みんなにこう声をかけながらやれたのかなっていう部分はすごいあったと思うんで、見てた方からしたら、あ、元気な子が入ってきたなみたいな、そういう感じでやれたんじゃないかなと思います。また同じく3本目の途中からは中村亮太が腰の骨折から復帰、出場からわずか3分後にゴールを決めます。さらに コーナーキックからヘディングでファーサイドのサイドネットに流し込み2ゴール目、調をアピールしました。ようやく、はい、コンディションもよく、治りも早かったので、あとはちょっと心肺機能がちょっとまだなんで、徐々に上げていきたいなと思います。後半戦しっかり復帰してチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。続いては新コーナー、金井の知っとかないと。サッカー経験のある私がぜひ皆さんに知っていただきたいサッカー情報をお届けします。今回は国体青年男子のメンバー選考会を取材、元ブラウブリッツのあの選手もいました。鹿児島県で10月に行われる国体に向け、10日秋田の青年男子チームの選考会が開かれました。この日は県内の社会人チームや大学のサッカー部などに所属する30人以上の選手が参加し、秋田商業高校との練習試合などで実力をアピールしました。中にはかつてブラウブリッツ秋田でプレーした選手も。6年間在籍していたディフェンダーの新里翔平さんと、11年間秋田一筋でプレーし、現在も秋田のクラブコミュニケーターとして活躍する前山恭平さんです。今も県内の社会人チームでサッカーを続けている2人は、ボレーシュートを打ったりパスカットを狙ったりしていました。自分の良さっていうものを出しつつ、ゴールアシストができればいいんですけど、選手たちがどういったものを持っているのか、そういったのをどう活かせるのかっていうのを確認できる場になればなと思ってます。青年男子のメンバーは今月中に決まりますが、
本大会に出場するためには東北ブロック大会で優勝しなければいけません。秋田は4年ぶりの本大会出場を目指します。いい選手たくさんいるなっていう印象です。はい、彼らは経験がやっぱりプロでの経験もありますし、やっぱそういった経験というのはすごいチームにとってもすごい影響、いい影響を与えてくれてるなというふうには思います。サッカーをできる環境をいただけるっていうのはすごく嬉しいことですし、こうやって秋田のためにサッカーをできるっていうのが僕の中ではすごいやりがいになってます。みんな仲良くてコミュニケーション取りながらできるチームなので、こう一体感っていうものはあるんじゃないかなというふうに思ってます。若手選手とセカンドキャリアの選手が力を合わせて臨む青年男子チームの東北ブロック大会は8月に行われます。国体青年男子チームのメンバーは間もなく決定するということです。続いては県内の頂点を決める小学生のサッカー大会です。秋田県スポーツ少年団サッカー交流大会が17日から2日間秋田市の秋田スカイドームで開かれました。大会は各地域代表の32チームによるトーナメントで行われました。決勝は準決勝で PK 戦の末勝ち残ったニーダレッドスターズと、準決勝まで無失点で勝ち上がってきた大隅サッカースポーツ少年団です。試合は開始早々動きます。新田の成田くんが強烈なシュートを放ち先制します。追いつきたい大隅は積極的に攻めますが、新田の堅い守りに阻まれます。すると前半終了間際、新田が右からのコーナーキック、ディフェンダー深谷君のヘディングシュートがゴール右隅に決まり追加点。新田がリードを2点差に広げます。後半も大隅はゴールを狙いますが、ネットを揺らすことができません。終盤さらに1点を追加した新田が3対0で大隅に勝利し優勝を飾りました。まずとても嬉しいです。ヘディングで決めた時に、練習した成果がよく出たので良かったです。決勝を戦った2チームは来月16日から秋田県で開かれる東北地区スポーツ少年団交流大会に秋田県代表として出場します。エンテープロジェクトスタート。ソユースタジアムの芝を管理するブラウブリッツ秋田はノウハウを地域に還元しようと、今年度から幼稚園や保育園の園庭を芝生化するプロジェクトを始めました。この日は選手2人が秋田市の子ども園を訪れ、子どもたちと交流しながら J リーグクラブの練習場にも使われている芝の苗を植えました。水は受け付けてないって、怖い怖い怖い。楽しかった。かくれんぼとか鬼ごっこしたい。いっぱい見る。園庭の芝生化は土ぼこりを緩和し、転んでも怪我をしにくくなるほか、CO2 削減にも効果があるとされています。植え付けた芝生は8月に完成する予定です。夢にまで見たこんな大舞台、すっとギャップに現れてさばいて裏に抜けて。ブラウブリッツ秋田クラウドファンディング新関東プロジェクト、第一目標金額の300万円到達。引き続き第二目標の500万円に向けて支援を受け付けています。期限は今月30日午後11時までです。明治安田生命 J2 リーグブラブリッツ秋田対藤枝前 FC は秋田市のソユースタジアムで今日午後2時キックオフ。
今日の試合では先着2500名にこの青ユニがプレゼントということで、中島アナウンサーにモデルをやってもらってます。中島さん、着心地やデザインのポイントなどを教えてください。すごく軽くてそして涼しいんです。試合はもちろんずっと着ていられそうな、そんな気がします。そして背中には背番号12、そしてサポーターと入っています。これを着るとより選手と一体となって戦っている、そんな気がしますよね。そうですね。このユニフォームが先着2500名にプレゼントです。今日の試合ではみんなでスタジアムを青く染めましょう。秋田一体となって白星を勝ち取りましょう。それではキックオフ秋田、また来週。